皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今日は証券会社のノルマ営業についてお話しさせていただきます。証券マンと聞くとですね、ノルマとかですね、ノルマがきついとか、こんなイメージ連想される方多いと思うんですけれども、 SMBC 日興証券で証券マンとして仕事をしていた僕からですね、ノルマ営業の実態をご紹介させていただきます。結論から言うとですね、これは日興証券に限らずどこの証券会社にもですね、ノルマはあると思います。ただ日興証券ではノルマと言わずにですね、目標というふうに呼ばれていました。ノルマは怖いとかですね、本当に達成できるかなということで不安になるとかですね、まあ、こんなネガティブなイメージが多いと思うんですけれども、ただですね、この目標を達成した時の爽快感とかですね、その目標を達成するまでの視点の一体感とかですね、こういったものをですね、一度体験するとまたノルマがあってもですね、やっぱりそれを追いかけたくなる、これが証券マンの習性と言えるんじゃないかなというふうに思います。日興証券にはですね、目標が2つ掲げられます。1つ目が個人単位の目標ですね。そして2つ目が支店の目標ということなんですけれども、まず1つ目の個人の目標なんですけれども、まずですね、会社から支店に降りてきたノルマ目標がありますね。それを入社年次とかですね、あとは預かり資産の状況から個人単位に振られてきます。あなたはこれだけ今月追いかけてくださいね、あなたはこの数字をこれだけ追いかけてくださいねとか、こんなイメージですね。そして支店の目標っていうのは、もうその個人の合計の分をですね、これをみんなでやり上げましょうと、こういった意味合いになってきます。ただですね、支店の目標っていうのは絶対に落とせない数字ということになりますので、この個人単位の目標が済んでるからそれでいいっていうわけではないんですね。今苦戦している仲間のために支店の目標っていうのを、まあ、追いかけると、ここの協力関係で一体感っていうのが生まれてくるんですね。支店の目標として追いかけるものを4つ挙げますと、まず1つ目ですね、新商品の投資信託。これはですね、僕が証券会社にいた時にはほぼ毎月のようにありました。だから毎月のように新商品が出てきて、君はいくら、君はいくらっていうのは個人の目標が振られて、まあ、支店としてですね、これだけは販売しましょうっていう目標数字が出てくるわけですね。そして2つ目が社債とかですね、あとは個人向け国債っていうものがありました。そして3つ目、 EB 債ということで、日経平均リンク債ですね。まあ、日経平均がこれよりも下がったらですね、元本割れの可能性がありますよとか、逆に上がると即所感の可能性がありますよとかっていう形で、まあ、リスクはあるんですけども、その分だけですね、個人向け国債とか社債とかですね、利率に比べると高い利率がもらえると、まあ、こんな仕組み債といわれるですね、こういったものも販売しておりました。そして4つ目がですね、売出し公募株式ということで、新規上場の株式というのはですね、とても人気がありますので、まあ、電話一つですね、申し込みがあってという形なんですけども、まあ、公募っていうのがですね、やっぱりちょっとイメージが良くない方もいらっしゃって、まあ、昔で言えばこう NTT の売り出しとかですね、やっぱり痛手を負ったお客様っていうのは公募って言っただけですね、まあ、ガチャって切られたりとか、まあ、こんな経験もあってですね、やっぱり公募株っていうのは特に人気がない銘柄だとですね、やっぱりなかなか視点としてして数字が取れないということがありました。ただですね、支店長から言われていたのは、当然ですね、そういった公募株とか社債とか個人向け国債、投資信託を買ってくれるお客様もお客様なんだけれども、そういった株を売り出したいとかですね、社債で資金調達をしたいと思っている企業も私たちのお客さんなんだから、お客様に貢献しないといけないと、そういうふうにですね、よく言われてノルマの数字を追いかけていました。そしてですね、月末とか年度末とかですね、もうその支店の数字を追いかけないといけない総決算の時期になると、こうフロアの真ん中にドンとホワイトボードが置かれてですね、まあ、支店のこう目標の残りの数字をですね、書き出されるんですね。で、受注が決まるごとに名前、金額、そして残りいくらってですね、まあ、ずっと書き込んでいくわけです。
ここでですね、やっぱり数字が一つ一つ入っていくごとに、やっぱり視点も盛り上がりますし、目標のためにみんなでね、力を合わせて頑張ろうということで、一体感が生まれてきますし、やっぱり僕もね、やっぱりみんな名前書いていくと、自分も名前書きたいな、ですね。まあ視点の数字に貢献したいな、ということで、こう、モチベーションも上がってくるんですね。まあ普段は皆さん個々でね、こう個人個人で個人の目標に向かって頑張ってるんですけども、この月末とかですね、9月の中間決算、3月の本当の年度末の決算の時っていうのは、そういったまあお祭りのようにですね、ホワイトボードにこう書いていくっていうところが、まあ一つのこう一体感を生むタイミングになってきます。最初にね、こう残が書かれた時って、本当にできるのかなっていうですね、まあこうちょっと第三者的な目線で僕も見てたりするんですけども、やっぱりそれをやりきるっていうのがですね、やっぱり証券マンの底力なんじゃないかなというふうに思いました。今日は証券マンのまあノルマ営業についてお話しさせていただいたんですけれども、新聞を見てるとですね、ノルマを廃止する企業というのも出てきているみたいです。確かにですね、まあ、追わされるノルマって怖いですし、達成できなかったらどうしようということで、不安になる時もあると思うんですけれども、ただですね、ノルマを追いかけることで、まあ、日々のモチベーションっていうのが上がっていくと思いますし、先ほどのようにですね、こうホワイトボードに書いていって、この視点の一体感というですね、やっぱり体感できるっていうのはノルマあってこそのものだと思いますので、まあ、捉え方一つでですね、まあ、ノルマという意識も変わってくるんじゃないかなというふうに思います。今日は証券会社のノルマ営業についてお話しさせていただきました。お金の学校、それではまた次回の授業でお会いしましょう。